みなさんこんにちは、吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来てくれて、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、本日なんですが撮影日がですね、5月の16日に撮影をしているんですが、今日はですね、天気が雨降っていることもありまして、まあ、作業なんかは割と農作業がしやすい、まあ、気温ですね。あと5月に比べると、まあ、例年の5月に比べるとちょっと寒いのかなって感じなので、まあ、今育苗のね作業なんかもしてるんですけど、どうしてもこうランナーを出す場合は温度帯も必要なんで、そういったところで管理を若干こう温めることも必要なのかなと思います。で、今日の動画のテーマの内容なんですが、このように今、観光農園の、まあ、終わった農園の方に今吉村農園の方に来てるんですけど、まあ、こちらの片付け作業どんなことやってるのかということで、観光農園のその後ということでね、まあ、動画撮ってきますので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、いちご狩りの観光農園の方も一つね区切りということなので、今ですね絶賛片付け作業を行っているんですが、まあ、どのような片付けを今行っているのか、まあ、いちご狩り観光農園のその後ということで、まあ、動画回してきますので、よろしくお願いします。はい、こんにちは。なかなか作るときはね、どういう風に作っていくかってことなんですけど、それの逆バージョンなんですけど、ね、こういう風にいちごがもう木はまだ青々としてるんですけど、でもシーズンが終われば、来年、来作の準備っていうことをまた一からやり直さなくちゃならないんで、そういう時に、どういうふうにやってるかっていうことで、うちあたりは、下が板張りになってるんで、これも寄せなくちゃならないんです。はい。で、いちごの実を傷めないためにすのこ、ってやつですね、まあ、40センチぐらい、これは25センチの20メーターっていう基準のやつなんですけど、こういうものをこういう横サイドになんかに貼ったりして、いちごの実が傷まないようにやってるんですけど、そういうのを取ったり、この板をね、ここが、木で止まってたんですけど動かない、そういうのはもう外したんで、今度この板、木よりベニヤ板なんですけど、ここに下に酸が入ってるの結構重たいんですよ。こういうのも寄せていって、ビニール、このマルチビニールを剥がすっていうことに入るんですけど、それにはこのいちごのまだ木は青々してるんですけど、これを締め切りにして、枯らして、そうするとこのマルチビニールが取りやすいんで、これがホッチキスっちので、前にも見せ、ここに止まってるんです。これがね、簡単に取れるようになってるんですよ。このマルチビニール。今、木の方がね、大きくホキホキしてるからどうしてもあれなんですけど、このマルチビニールを外すっていう段階に作業が入ってくる。まあ、こういうのはね、どうしてもね、ハウス内でやる作業なんで、40度から30度ぐらいになって、暑いから、朝やれる時は朝なんですけど、どうしても朝だけじゃ終わらないんで、日中にかかるととても暑いっていう、この農業のね、暑さとの戦いが始まります。はい。はい。ではですね、ハウス内はそうなんですけど、外なんかどうですか？ちょっと見せてください。外の方も今度案内しますから、外の方も見てください。はい。そうすると、ぐるっと回る感じになるんですけど、なかなかこういう映像は見たことがないと思うんでね。よろしくお願いします。そうするとハウスの方の入り口から対して、ちょうどここにテーブルがあったと思うんですけど、そういうのも撤去、外の駐車場の上撤去しました。そうしたらこれ、このベニヤの板がここ4メートルの通路に全部引き詰められて、1枚ずつその上に20人板が張ってあった、歩きやすいようにしてたんですけど、そういうのも撤去して、もう順番どっにやっていかないとまた来年使うんで、結構大変な作業なんです。いちごの方のその植えるのも大変なんですけど、こういうね、ちょっと地道な作業なんですけど、なかなか普通の農家の人はやる機会がないと思うんですけど、観光に携わるとどうしてもこういう、お客様に、楽しんでもらうために座る椅子とか、歩きやすいように下を平ら
してベニヤを張ったりする、こういうちょっとしたね、なかなか経験できない、私らもね1年に1回しかやらないんで、試行錯誤をしながらどういう風にしたらヒールとか何かを履いて、どうしても靴下がね入ってくるお客さんもいるんで、なかなかこの舌を固くして段差を出すような感じで、作ってるのを順番通りに壊していくっていう感じですね。はい、一応ここのところを、まあ、壊す理由なんかもちょっと、そうですね、この後トラクターが中へ入って舌を平らにして、そんで、水を入れて田んぼみたいにするんで、どうしてもね、作業的にはトラクターがまたここを通過するんで、そういう感じ、もしくは堆肥なく入れるときは軽トラックなんかも入るんで、ここは4メートルあるんですけど、これでもねちょっと狭いような感じはします。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、観光農園のその後ということで、まあ、片付け作業どんなことやってるのかってことでね、まあ、ご紹介というよりもね、こんなことやってるよってご報告の動画になりました。いかがだったでしょうか。一応ですね、吉村農園としてはやっぱりこう観光農園なんで、テーブルとかいろいろ置いてあったりするんで、そういったテーブルを撤去したりとか、なかなかね、出荷をメインでやってる農家さんからするとちょっと考えられないような感じのことも、まあ、やってるような感じなんですよね。まあ、これも一つね、まあ、観光農園ならではの、まあ、作業かなと思っております。まあ、ぜひね、今後観光農園なんかこうやりたいなって場合の農家さんなんかは、ぜひまあこういった作業もね、場合によっては入ってきますんで、まあ、こういう作業もあるんだなってことで、一つ、考えていただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では次回も動画撮ってきますので、ぜひご覧ください。最後に行きます。これが農業です。はい、こんにちは、吉村農園の吉村です。今年もいちご狩り、並びにいちごのお土産なんかたくさんお客さんに買ってもらって、どうもありがとうございます。12月1日から始まったいちご狩り、いちごの収穫も無事ゴールに着く寸前まで行きました。来年また12月1日から売店いちご狩りオープンしますから、気軽に笑顔で来てください。私たち農家の者も一度また来作に向けて頑張って作業してます。こんにちは、いつも一言っていうことなんですけど、昨日ちょうど私もね、友人に連れられて、たまには農家じゃない人の話とも聞いた方がいいんじゃないかなって言われて、たまたま友人が夕方迎えに来て、町民会館の方で、益子町の方では議員の報告会っていうんですか、トップは町長さんだ、その下の役職がついてる選挙で選ばれた方々の議員さんが14人いるんですけど、その人たちの議会報告会っていうのを、私も何回か出たことはあるんですけど、たまたま友人が行くんで一緒に行こうということで、行って昨日お話ししてきたらば、議員さん仲間を益子のために頑張ってやってるっていうことと、今益子町の方ではね、ちょうど図書館を作るっていうことで、意見交換会を催すっていうことで、どういう内容なのかなと思って聞いてきたんですけど、結構ね、やっぱり益子町の方にはね、図書館がないのかな、私もあまりそこまでよく考えてる、日本全国でも図書館がない町っていうのは益子ぐらいだっていうことで、新しい図書館を建てるっていうことで、まあ早い話、益子町は財政的に苦しいから縮小して建てるっていう考えと、せっかく未来に向けて大きくお金をかけて作るっていうようなお話かな、どちらがいいかっていうのはね、身の丈の方が私は賛成なんですけど、やっぱり建てる時になると立派な方がいい、まあ誰も立派な方がいいんですけど、財政的には苦しいんだけど、将来のことを考えて、大きな希望のやつを建てる
っていうようなことを3年前の頃から計画してたやつが、ちょっと新しい町長さんになったんで見直そうっていうことになってたんで、その前の考えだった人らとちょっと揉めてるっていうか、意見の考え方が違うっていうことで、退治してたっていうようなことを昨日の話の中であったんですけど、私が思うことは、今の時代図書館っていうのは素晴らしいことなんですけど、コストがだいぶ、お金が維持費っていう、公共施設は全て維持費がかかります。その永遠の維持費を他に回せれば一番ベストなんですけど、そういうものの難しさ、ただ建てればいいっていうことのだけじゃなくて、将来っていうのは誰も将来のことは考えてるんですけど、いいものを建てるっていうのと、そういうのを建てて維持費で大変だっていう方の二極端があるっていうのは誰も分かるんですけど、塩梅をどこで落とすかっていうのも難しい。他方の町にあるから益子にもないとおかしいっていうのも、まあ一つの考え方。もう一つは、他の町にあっても益子になくてもいいんじゃないかっていう考え方もあるし、まあいろんな考え方があるんですけど、建てるのは間違いなくないんだから建てるんでしょうけど、60年か70年とうとう建てなかったのがやっと建てられるから素晴らしいっていう人もいるし、まあいろんな考え方があるのが益子の良さかもしれない。でも身の丈に合ったものを建てて、その中で、運営していくっていうのが私は一番ベストなのかな。公共施設っていうのは建てる時に関しては何でも身の丈以上のものを建てて、後でのメンテのこととかそういうことは全然考えないような傾向が強いっていう風な機能は私個人的には思ってきました。これを見てる地域の方もいろんな公共施設はね無数にあると思う。でもそれを維持していくっていうのは次の世代の方、この人らに背負わせるっていうのは私はあんまりいいことではないんじゃないのかなとも思う。今の時代必要なものは全て大体手に入ると思う。その中でそれ以上のものを取ろうとするのはちょっと間違ってんじゃないのかなと思います。ちょっと話が長くなるとね、答えがなくなっちゃうんで、この辺でおしまいにします。はい、ということで次回の動画で予告になります。次回の動画なんですね、5月の20日配信になりますね。一応内容としてなんですが、育苗ハウスの方のですね、作業としてランナー刺しがそろそろ始まりますんで、まあ、そういったランナー刺しのやり方だったり、まあ、すくすく取りに土が入ってるんで、その培土をどのぐらいこう沈めていくのかとか、そういった細かいところまでちょっと移していこうかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。お願いいたします。